6分遅れですね、恵比寿夫婦違う津田の富士恵比寿違う津田の富士夫婦恵比寿神社前です。はい、ここで全員降りました。途中から乗ってきたおばあちゃん免許返納だとか言ってめちゃめちゃ足悪そうで、まあでもそれでも車運転できたってことでしょうね。で、めちゃめちゃ足悪くてものすごいスローモーで歩くて、それはいいんですけど、チャージしとくわとか言って免許返納で割引なのに500円残ってるのにチャージしとくわ、なかなかお金が出ない、運転手さん操作できない、なんのこっちゃで2分ぐらい止まってましたね。つまり知恵は回復してたってことだな。それがなければ、まあこれも含めて地方の交通です。でもああいう方だとバスの方が辛くないですかね。車より時間かもしれないね。まあもちろん運転免許ってそういうもん、社会的な統制ってことなんでしょうけど、まあそんなことどうでもいいけど、タイトルコールを忘れていました。米沢泉のフィールファイン TV、4泊目の動画ということになりますね。ひろし新庄の宿からですね、本日のお宿に向けてバスで移動ということで始まっております。はい、二の辻夫婦恵比寿神社前バス停から徒歩 1.7 キロ、まあ昨日の関東完全に同じ道で復路でしたけどね、歩いてきまして人吉インターチェンジバス停来ました。バリアフリートイレもねついてるんで、ここ端っこに、ね、米沢もなんとか尽くしてもらってます。はい、熊本駅とか違いますね。はいね、この人吉 IC 乗降口っていうね謎のバス停があります。人吉駅行き、ね、このように走っております。まあ、歩いてもでしょう。はい、そんな感じ。はい、なんかいろいろやってきましたね。はい、だいぶ遅れてますが、もう8分ぐらい遅れてますかね。はい、正確な時刻はテロップ出しておきます。はい、どっち、こっちじゃないね、後ろだね、後ろ、あ、止まるなら適当ですから。はい、あ、こっちです。九州三高バス、三高バスの親会社ですね。鹿児島行き霧島号です。こちらに乗ってまいりました。霧島号、九州三高バス霧島号、鹿児島本港行き、なんと定時に着きました。どうなっとんの、めちゃめちゃ道路ついてたんだけど、それにしても10分も回復するかというね、若干のありがたい疑念が残るんですけど、というわけで、まあ、下ろしたんで1分走発、1分遅発ですから、はい、ありがとうございました。バイバイ。そして米沢の荷物でかい。さあ、ちょっと余裕があるのでどうしようかな、なんか飲もうかな。散々空港内寒かったんですけど、まあ、絵に描いてるのはダメ人間ってことで、ファミマで 100ml のボトルを5本買うというですね、まあ、夜の晩酌用の酒ですね。今日泊まる妙見温泉は、砂糖を売りつけられたね、あれですよ、地元の酒屋しかない、あんまりないのでね、ここで買っておかなきゃってことで、でお土産ショップ買うとやっぱりね720か900しかないんですね。まあなんで割高なの分かってますけど、まあ5種類で1300円ぐらいですか。まあいいんじゃないですか、3号分でね。さあ、じゃあもうちょっとバスを待ちましょう。バス乗り場の共通の窓口、そして券売機、空港に行くときに買うのかなと思ったらですね、窓口訪ねたらどこに行くのでも路線バスでも使えますので、念のため妙見温泉で確認しました。どうですか、この10円刻みのとんでもないボタンの数々、素晴らしいですね。買いましたよ、100円のバス、これで乗れるのかな。はい、急ぎましょう。やってきました、橘上行きかな。はい、終点の一つ手前まで乗りますよ。整理券のピントを合わない問題。
なんすかこれ、話がいいすか。はい、三宅温泉終点の一つ手前ですね。1分、まあほぼ2分時着、誤差の範囲内です。あ、そして天狗徳道今日空いてる。ここめったに空いてないんだからね。ご主人亡くなられてからめったに空いてないんだけど、空いてますね。まあだけど一応ですね、米沢としてはですね、この他のちょっと店の空き具合をまず確認したいと思います。はい、分け湯いただきました。映らないところまで逃げて戻ってきたんですけど、拡大しますとこのこれですね、この真正面、これが分け湯ということになります。湯船がちゃんとあってね、その湯船に敷き詰められた石の板の下から足元ですということですね。で、まあ、ここから全く見えないんですけど、男の方一人入ってらっしゃいました。その方に許可をいただいて自撮りしたということですね。で、あともう一つ荷物置いたんですけどね、このあの橋の下にね、野湯が何箇所かあるんですね。そこにあの女の方が入ってるというですね、そちらは当然写真撮ればするんです。はい、話題の田代鮮魚店、なぜか食べログで高評価っていう謎の展開なんですけど、まあ、中でイートインございませんが、1710分も勝ちったよ。今日これが空いてなかった時のためにさっきね、ちょっとあの保険を取った、なんか常温で持ち帰れるやつを保険として買ってありましたが、あ、それは開ける必要はなくなったってことですね。まあ、うなぎはなかったね、見たけどね、鯉さんとあとあゆさんがこっちのねちっちゃい水槽で泳いでましたよ。ごちそうさまでしたね。めっちゃ大混雑でしたよ。食べてないけど店内大混雑、みんな買ってたね。ほんと前回あのここ泊まった時にね、このお店を、認知してなくて本当に損したなと。乾きもんばっか食ってましたからね。いうことで今日はごちそうだよ。そしてこのお店で森井蔵だ、森井蔵を売りつけられて3500円で売りつけられて、Amazon だと3200円だった。まあ安いことは思いますけどね。安いよ、この価格じゃ買えないよ。 Amazon より高かった、ありがちなオチです。はい、まあここも空いてたんでね、結果としては焼酎もここで買った方が良かったんでしょうけど、まあここが空いてないことを、まあリスクを考えてね、先髪まで買ったっていうことです。さあ本日の宿ちょっと遅刻ですけど向かいましょう。はい、安楽橋バス停のところに本日のお宿楽園荘さんの入り口があります。ここから遡っていくとコテージがいっぱいあるんだよ。最後やっぱり登る坂なんだね。昨日に続いて緑泉温泉楽園荘さんです。ここは受付だけなんだよ、コテージは奥にあるんだよ。はい、ようやくチェックインが終わりましたというか、おかみさん外出中でしたというね、急いで帰ってこられましてすいませんということで、米沢が10時ちょうどに来ないのが悪い、申し訳ない。そしてこれ源泉ですね。源泉井戸がたくさんあるよ。コンクリが溶けてるよ、成分の濃厚さ、いや単に塩分だだけな気もしますが。はい、本日の、お部屋は307ということでね、書いてると思います。地図を頭に入れてきたんですが、すっかり今の録画開始で飛んでしまいました。これかな、もうね視力 0.1 なんでね見えないんじゃ、あ違いましたね。はい、見つけました、307、こちらでございます。鍵開けよう。閉まってた、初めから開いてた。はい、
入りましょう。はい、もっと奥の部屋でしたね、前回ね。2016年の夏に夏休み旅行でね、泊まった時は、こっから職場に直行っていうですね、素晴らしいことをやったら、タクシーがちゃんと部屋の前まで乗り付けてくれるって、とんでもないことになってましたけどね。はい、こんな感じです。一旦切ります。はい、改めまして、電気つけましたね。LED です。で、あと、これね、袋がもぬけの殻になってますけど、冷蔵庫にすでにお刺身等は収納いたしました。ということです。キッチン、炊飯器。これね、東北の自炊宿と同じでしょ、これ。ね。この戸建てが形式が多いっていう、このコテージ方式が多いっていうのは、まあ、南九州の特徴なんですけどね。同じなんだよ、基本的にこれ。東北のね、湯治宿とね。はい、そして、こちらが、高級ワニ革製、部屋付きのお風呂です。妙見の色だね。後ほどじっくり入りましょう。ちょっと今暑いんで、とりあえず体冷ましてからです。そうそう、自炊宿なんだから、布団敷かなきゃね。ここに入っとった布団をし、もうね、セットされてて10秒で敷けましたね。休憩します。はい、というわけで、汗も落ち着きましたので、またここで汗かくんだけどね。こちら、妙見温泉ラクエストさんの源泉、55度の源泉のそうですけどね。あ、ネイミーになってるのかな。こちら入ってまいりましょう。ね、風呂桶はあるけどね、カラーもなければ、アメニティもない。お、これは泡が浮いてますけど、カルシウム、あ、炭酸だね。炭酸の泡ですね。はい。今もうさっき入っちゃう。おー、深い。ごめんなさい。はい、入りました。源泉55度らしいんですけど、流出時点で。こちらそうですね、第42度ですね。大適量です。さあ、そしてその4番目は湯沢のぶっ飛び出しで始まっておりますが、洗い場コース行きましょう。いっぱい泡を吹いているけども、ザーン。洗い場コースいいです。はい、そして泡が流れていきます。どうですか、このカルシウム付着した電気の入った源泉の購入口。さらに上を見れば卵巣が、卵巣って言わない、今はシアノバクテリアが、シアノバクテリアがついているっぽいよ、ね、電気が入るわけです。でもね、ここねできたので、1980年らしいんだね、ってことは今40年ですか。まあ、このぐらいでしょうね、40年だったら。むしろちゃんと分手されてるんじゃないかなっていう印象ですかね、はい、しかし消防法どうなんでしょうかね。まあ大丈夫なのかな。コテージだしね、集合住宅は向こう一ですからね。はい、そして肝心のお湯を始めましょう。まあ、さっきのマーキングのオーナーは結局同室なんですけども、はい、よく見ていただくと分かりますように、まさに貝汁状態ですね、うっすらと濁っている感じ。そして、まあ、逆にさっきの脇湯があまりに透明すぎたので、ね、普段はもっと濁ってると思うんですけど、熱湯自身とかね、そして、まあ、鉄の香りがします。金気ですね、金気がします。あとやっぱり炭酸土塁線ならではの、炭酸が混じったような香りがやっぱりしますね。で、舐めると、おお、さっきの脇よりもこっちの方が濃いんじゃないかな。鉄と、あとカルシウムの収斂味がありますね。はい。あと炭酸の痕跡は脇より少ないですね。まあ、溶岩と書いては当たり前なんですけどね。そんな感じでしょう。おお、ちょろちょろ大適量のかけ流しですね。まあ、夏に泊まった時もあるかもしれないけど、4年前の夏に泊まった時は、もっと暑かった気がするんですけど、湯温がね。冬なんでちょうどいいかな。ちなみに先ほどね、十分体、暑いからホテルの冷やしましたけど、全くエアコンがなくていいというね、そんな質問です。さすが鹿児島県です。じっくり使ってまいりましょう。
はい、夕方になってきました。まだ外が明るいんですが、まあ、薄暗くなってきたんですけどね、中はもうかなり暗くなったので電気つけました。これつければ道になったりということで、はい、たまたま身の処理とか動画をだいぶ処理して、あとゲームやって今なんとかスムーズの今日の舞台だからね。この鼻毛が人間って本当に、そして色が上がってる気がしますね。43度弱ですかね。ドルビー戦です。明日は10時チェックアウトなので、この後も何度も入ってまいりましょう。18時もありまして、もう4度も入浴してますけどね、まあ毎回撮っても変わり映えないんで、でそろそろ晩酌タイム、全然、進んでませんが、動画の編集はね、それはそれとして飲みましょう。あちらにね、今お湯沸かしてます。焼酎ですね。でこう包んであったこのね、氷につけてくださいました。新聞紙あそこに置きっぱなしですからね。でこちら、はい、まずこちらね、これはあの揚げ物です。イワシボウ天 100g とあと、ニラ天2枚ですね。それからあと、こちら、これが鯉の粗い鯛、それからこちらが、鯉の皮醤、そしてこれがお徳用お刺身盛り合わせとなってます。そしてこちらにあるのが全て、鹿児島空港のファミマで売っていた 100ml 焼酎ミニボトル5本ということになります。さあ、お湯が沸けましたよ。はい、もうあまりに雑然としていてわけわかんなくて汚くてすいませんが、桜白波だな。これ薩摩白波のところの謎のやつですね。気候時に黄金洗顔だそうですが、さあいただいてみましょう。なみなみと焼酎入れてしまいました。ちょっと外します。おー、確かに薩摩白波っぽいんだけど、だいぶあれですね、あの香りがあんまり芋っぽくないというかね、華やかな、華やかっていうか、なんですか、桜みたいなって、言っちゃいけないこと言っちゃいましたけど、そんな感じですね。そして、重い感じやピリピリする感じはちょっとありますね。ということで、古典的な焼酎の味わいを生かしつつ、華やいた香りってことですか。はい、そして、鯉の洗いですね。これ、酢味噌100円で、小100円、大200円。台は台にしようと思ったけど、やっぱり生じてくださいっていう、あまりに台がでかかったんでっていうことでした。はい、いただいてみましょうね。はい、もう大好きなんだよね、あの恋ならい。あ、はい、うん、めちゃめちゃ美味しいです。この恋のあらい自体の旨味が強いね、これ。まあ、癖はまあ、ほとんどないですけど、わずかにあるかな。いや、全然普通の人でも気にならないと思います。苦手な人でも食べられるぐらいだと思いますけど。この味が濃いね。それでさらに、まあ、言うまでもないことですが、酢味噌が甘い。はい、ありがとうございます。ザ・鹿児島です。うまいうまいうまい。はい、バンバン行きましょう。田代鮮魚店さんで買った、鯉の皮、小ということなんですけど、これ調理済みだよね。まあ、鯉の皮のレシピはね、検索するといっぱい出てくるんですけど、食べ方はね。こう、細かく切る前に、あの、鱗がついてる状態で、茹でて、鱗取って、まあ、鱗取って、茹でて、残りの鱗取って、その後で、細く切ったりするっていうことなんで、これ切ってあるからね。もう一応念のため、大丈夫と思いますけどね、念のためこれちょっと、一切れ食べてみましょう。普通に食べられますね。これは、生臭くないし、美味しいよ。はい、というわけで、これは、そのままいただけるってことで、今日も調理はありませんね。はい、早速、田代鮮魚店さん特製酢味噌を投入して、酢味噌でいただきましょう。甘いやつね、酢味噌ね。はい。うん、うん、うまい。何もなくてもね、コラーゲンの
コリコリした感じとね、わずかな旨味あったんですけど、甘い、甘くなくても合うと思うんだけど、甘い酢味噌、いいね。桜白浪が来まして、焼酎ミニボトル2本目、赤魔王ですね。これ、宮崎の酒なんだけどね。まあ、日南市のね、地続きですからね、鹿児島とね。いうことで。これが赤魔王ということでね、黒麹上圧、上流赤妻。さあ、いかがでしょうか。お湯割り 4.6 です。あ、刺さらないね、これ。あ、まあ、ちょっと刺さった。まろやか。へえ、上圧上流でも。あ、でもやっぱりちゃんと、なんかこう、口腔の後ろの方に来ますね。なんかね、芋の味がね、香りがね。へえ、上品だね。さすが、熟成物だけありますな。上圧なのに。あ、でもやっぱりね、余韻で、やっぱり臭みが、臭み褒めてます。芋のね、良い臭みが、口に残るな。やっぱりちょっとね。なるほど。ありがたい。はい、順調に3本目まで行ってっけど、当ての開き方が少ないんで、ちょっと当てをいっぱい食べなきゃって話ですね。いっぱい控えててからね。はい。焼酎3本目です。薩摩大会ですね、のレギュラー版です。はい。あ、普通。普通だ。普通。中庸の香り、中庸の臭み、中庸の味、ちょっと刺さる。普通だ！こういうの嬉しいね、結構ね。お刺身、お得用盛り合わせ、500円です。あ、ちなみに鯉の洗い、第500円。鯉の皮、小、300円ですね。さあ、まあ、これがタイなのは分かりきってますし、これがサーモンなのも、まあ、200万%間違いないですね。問題はね、これね、カンパチとしてね、この色売られてたんだけど、これこんなカンパチあんのと思いつつ、こっち、これカンパチの白いとこだけ取ったらこうなんじゃないっていうのもありつつ、じゃあこれは何っていうね。さあ、甘い醤油がやってきている。いや、味わってないけど甘いに決まってるのがやってきてるんで、いただいてみましょう。甘い醤油、甘いと思われる、予想される醤油をつけてみましたね。まずこれから、めっちゃ身硬いんだけど、これなんだろうね。魚はわかんないんだよ。わかんないで、いつもね、エッチナルコンセンの焼肉エッチ長のマスターにバカにされてんだよね。は？油の塊でゴンス。コンパチな気もするんだけどな。しかも養殖のブリがカンパチか、その辺だと思うね。ブリじゃないよね。これはコンパチなんじゃないかな。さあ、じゃあこれは何なのか。はい。もう冷静に見るとカンパチの感じもしないんだよね、一切ね。こっちので、まあ醤油は甘いんですけど、そこまで極端に甘くないですね。かなり甘いけど、もちろん言うまではなく。あ、これマグロだわ。なんのこっちゃ。いや、これカンパチっすね。これ養殖だろ、これ。このカンパチ。マグロは、これは美味しいよ。割と油少なめで美味しいですね。はい。ちょっと喉はここですね、残るはね。もっと油多いんだけど、これどういうこと？これよりも油が多くて、これもう正直こうね、なんかね、回転寿司の変化レベルで油なんだけど、これ。なんすか、これ。これもカンパチなのかな。ちょっとこれ後で調べて、もう分かったらテロップを出させていただきます。さあ、そしてね、他の分かってるの交わっていきましょうね。タイ。醤油が甘い。普通のタイで安心感があります。あ、このタイはそんなに油がの、まあ、程よい油ですね。あ、乗ってっけど、そこまでね。この量はすごすぎ。そして油といえばこれも乗ってそうだけどね。ああ、乗ってる、乗ってるけど、これより油全然少ないんだけど、どういうこと？楽しいお刺身だな。今日なんですけど、この、チズルですね、いただいてみましょう。チズル、お湯割り、お湯温め直したよ。
うん。芋の風味がめちゃめちゃ前に来ますね。それ以外は弱め。もちろんゼロじゃないですけど。でもまあ、あれですね。雑味とか、舌に刺さるのはありますけど、芋臭さは控えめ。芋の良い香りも、は普通よりちょっと控えめぐらいかな。はい。ですこれ、芋の味が広がりますね。面白いね。もうでも舌も酔っ払ってっからいい加減になってきてる可能性は否めないんだけどね。いろいろ検索した結果ですね。これは釜なんじゃ、カンパチ、養殖カンパチの釜なんじゃないかっていう説が流れてありますね。いやもう、おかしいもん、これ。だって噛む前から油染み出してんだもん。それが、うまい。本当にこれ、回転寿司の縁側です。縁竹生ですが、小休止。またお風呂入ってますね。やっぱ43度になってるなぁ。うん、夜だと気温が上がるのはなぜでしょうか。ああ、ドルイセンの香り。いいね。海水を浴びられますね。はい、お湯園から出まして、ミニボトル5本目薩摩島美人ですね。黒井さん錦と並んで、鹿児島の常用酒。常用酒意味がわかんないですけど。鹿児島の庶民が普通に飲む酒の二大酒のうちの一個という話です。よりさ、黒井さん錦はだいぶ飲んでますけど、これ初めてかないう気もしますけど。はい、お湯は4度目の沸かし直ししてますね。おー、個性が少ないのが多分個性ですね。はい、大変飲みやすい。めちゃめちゃ飲みやすいです。はい、酔っ払ってきたの差し引いても飲みやすいと思うよ、これ。ありがたいね。これ、黒井さん錦より好きかも。あの、黒井さん錦もいいんだけどな。ブツ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 。はい、そして、田代鮮魚店さんね。さつま揚げがもう、さつま揚げも噛んでる。酔っ払ったらね、扱ってまして、タイ棒天、イワシ棒天、これが 100g あたり10円差ですね。それと、あとこれニラ天。あとなんかね、あったけど目の前でね、おばちゃんがね、全部買い占めてったよ。残り3枚を。まあ、そんな感じですかね。まずでは、プレーンっぽいこの、イワシ棒天、タイよりも10円安い120円 100g。100g 買ってます。おぉ、まさに普通のザ・薩摩揚げ。もちろん、東京で買う薩摩揚げよりも、はるかに全然甘い。ほんとザ・スタンダードですね。はい。ちゃんとイワシの風味かろうじてありますね。これがそのタイよりも10円安い理由。120円でしたね。100g 130円と120円でした。そして、ニラちゃん。ニラ揚げ。お！ニラの風味、少しだけ。香り少しだけ。まあ、どっちかっていうと、香りはほんと控えめなんだけど、味はね、甘さにかき消されてるだけ説も濃厚なんですけどね。へぇ、美味しくいただけてます。おー、さつま揚げ食べた気分になったね。ありがとうございます。開会しないですが、おはようございます。三重県温泉楽園荘さん、
朝6時半です。昨晩10時に寝落ちしてしまい8時間半寝ました。動画の編集全く進んでませんが、よく寝られました。6時半なんですが、真っ暗ですね。日の出公園は、7時過ぎなので、まだ当然でしょう。どうも、すごい鉄の金木。あなたに。毎度のただいま洪水。8時半前ですね。すっかり夜も明けました。さっきですね、まあ、ゴミを捨てに行ったんですけど、ゴミステーションがね、でっかいのがあって、まあ、聞きましたけど、あれですね、天気悪いですね。ちょっと雨っぽい感じもありますけど、それでもさすがにね、8時待ったらもうこのくらいになります。なんとか昨日の朝までのね、人吉新庄であるこの動画演舞を始められたところです。演舞終わったところで出てね、この今撮ってる、ね、スマホでアップロードしないと Wi-Fi のアップロード動画が300キロしか出てなかったんで、スマホだと3メガ出てるんで、ね、電波悪いんですけど、それでまあしょうがないですね。これアップ中はこの携帯で撮れないですね。かなっけ妙見温泉楽園荘さん、ダストニューヨークですね、今年のね。温泉はまだ今日開催日です。立ち上げね。ということです。今42度ぐらいのちょっと様子があったんですかね。ということです。ちなみにこれ、アコースセンスツイートってですね、動画のアップロード全く進まないので、これ10時までに終わるんでしょうかということで、iPhone テザリングで部屋に置きっぱなし、Android で撮っておりますが、自撮りの、Android で自撮りの動画を始めて、映ってるんですかね。音取れてるんですから、それのむしろそっからあれですね。iPhone 音もいいかもしれない。それはそれとして。ギリギリまで堪能させていただきます。というわけで、2020年イオサメ旅行4泊目、妙見温泉編、ここでいたしますといただきます。次の動画は、最終日編ということで、立ち読みのドローンだけということになっております。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。